東別町立弁慶別小学校は、北海道石狩郡東別町麻田弁慶別243にあった、公立小学校。2016年3月31日に閉校した。1927年3月3日、アメリカのシドニー・ギューリックらが組織していた、世界児童親善会から、日本の日本児童親善会を通じて12,739体の、 友情人形が日本各地の小学校、幼稚園に寄贈され、そのうちの一体が同校に配布された。第二次世界大戦中に多くのアメリカ人形が敵国人形として処分されたりしたが、1973年3月頃、ベンケベ別小学校の物置で一体のアメリカ人形、エリザベス・アンが発見され、今日まで保管されている。現役で、 北海道最古の木造校舎は2012年3月まで、るもいかん内いシケ町の増毛小学校校舎だったが、同校が同年4月に旧北海道増毛高等学校校舎に移転したため、その時点で北海道最古の現役2階建て木造校舎は、東別町立弁家別小学校となった。2016年3月19日最後の卒業式が行われ、 同年3月24日最後の終了式が行われた。在校生は、児童数およそ400人の当別町立、当別小学校に編入されることになった。校舎は今後、町の公募により、社会福祉法人が管理維持しイベントなどに使用される。なお、卒業式等の模様は2016年3月31日、HBC テレビ、今日記、で放送された。 参考記事、平成24年3月22日、北海道新聞長官、並行後の小学校、中学校の跡地の利活用について弁慶別、小学校、弁慶別中学校並行記念事業協賛会。ありがとうございます。